乃木坂46の久保詩織が16日、自身がパーソナリティを務める、乃木坂46のオールナイトニッポン、日本放送、毎週水曜25時に出演。当日、乃木坂46が、第73回 NHK 紅白歌合戦に出場することが決定し、心境を語った。この日、乃木坂46が大晦日放送の第73回 NHK 紅白歌合戦に出場することが決定。この発表を受け、久保はありがとうございます。めでたい、と喜んだ。乃木坂46は紅白歌合戦に出場すると、その楽屋で毎年みんなで鉄内でカウントダウンしてジャンプするという恒例の年越しの瞬間があると明かし、今年もそれができるんだなと思うと嬉しい、と心境を語った。また、紅白歌合戦の楽屋には、なぜか駄菓子が大量に並ぶ、のだと告白。なぜ、寿司とか肉とかじゃなくて駄菓子が並ぶ、のか謎はあるものの、みんなそれを楽しみにしている、と明かした。バル、またもう一つ謎があり、なぜかグループのメッセージに、マネージャーから、何時からじゃないと、駄菓子を、取っちゃダメです、と送られてくるのだそう。取る順番に先輩から、後輩からというのはないのだが、なぜか、何時からスタートです、という時間だけが決められている儀式があるといい、それが今年もできるんだなと思うとちょっと楽しみ、だと語った。